資生堂ビューティークリエーションセンターのヘア&メイキャップアーティストがトレンドメイクをお届けするポップアップビューティー。今回のガールズインフルエンサーはさまざまなジャンルで活躍する人気モデル長澤芽衣。お願いします。よろしくお願いします。春夏のランウェイで70年代のテイストが流行ってるんで、それをメイクにも取り入れたいです。メイクをアドバイスしていただくのは、資生堂ビューティークリエーションセンターのヘア&メイキャップアーティスト、石田美希。70年代ということで、目元に遊び心のあるグラム風メイクをやってみたいと思います。70年代のテイストを取り入れたグラム風メイク。下まぶた全体にブルー系のクリームシャドウをのせていきます。目の際に沿って左右に動かしていくと綺麗にのせることができます。さらにカラーのブラシでエッジ部分をぼかしていくと肌にフィットしていきます。上まぶたの際全体に黒のアイライナーペンシルを引いていきます。本当に綺麗に描こうとせず、ざっくりとのせた方が大胆で面白いものになってきます。際の部分を軽くぼかしていきます。こちらは本来は乾燥した時にね、皮むけなんかを抑えるオイルになっているんですけれども、こちらを目元にですね使ってツヤを与えていきたいと思います。上まぶた全体に大胆にのせていきます。モデル自らメイクに挑戦する今日のメイキャップポイント。下まぶたの際に沿って色をのせていきます。ボケ足の部分をぼかしていきます。黒のアイライナーを上まぶたの際全体に引いていきます。ぼかすようにして溶け込ませます。仕上げにオイルをのせていきます。アイライナーのヘッドにかぶせることでまぶたを閉じたり開けたりしているうちに動きが出て楽しい感じに仕上がると思います。ヘアですが少しカールのニュアンスをつけておきます。そちらにパウダーが入ったスタイリング剤をつけていきます。こちらをつけることで少しボリュームが出るので、手ぐしでこうほぐすような感じに仕上げることでくせ毛風な仕上がりになりますので、今回のあのグラム風のメイクには似合うんじゃないでしょうか。はい、それでは仕上がりです。なんかこの青いラインとこのピンクの色合いがすごいバランスよくて可愛いと思います。あとやっぱヘアは最近外国人風の緩い感じのヘアってすごい人気高いので、こういったスタイリング剤をうまく使えば誰でも簡単に仕上げることできますよ。目の際に沿ってアイカラーをのせブラシでぼかす。アイラインはざっくりのせてなじませる。上まぶたにオイルを塗りツヤを出す。ヘアは手ぐしでほぐしてくせ毛風に見せる。